神様本当に丁寧に作った顔そこの場所だけビーンって音がするというオーラよオーラに包まれたの私たちはおかずクラブチャンネルゆいぴーですおかりなですご飯の頭にいかがでしょうかおかずクラブです さあ今回はですね、はい、ええまあ芸能界にね、まあ携わってちょっと何年も経った私たちが実際に生で見て自分たちの中でかっこよかったなっていう芸能人3位を発表していきたいと思います。3位、3人、3人。<laughs> ベ,ース,トベースト3を発表していきたいと思います。うん、はい。ではまずどちらからいきますか。じゃあ私からにしようかな。よっしゃじゃあかこう。はい。よし。 私の第3位はこの方です。じゃん。チュートリアルの徳井さんです。芸人なんですね。芸人なんだけど私さこんなかっこいい人が芸人やってるんだと思って初めて会った時私びっくりしちゃったの。そのなていうの俳優さんとかってさそれはかっこいいっていうイメージでは見てるけどさやっぱり徳井さんって言ってもイケメン芸人と言われてたけど言っても芸人だからまあってもそんな。 どぎも抜かれるとかないのかなと思ってたんだけどそれをなんか驚くぐらいかっこよくてびっくりしたっていう衝撃がいまだに残ってる<ー>初めてしゃべっくりかなんかに出た時にお会いしたんだけどめっっちゃかっこよくくてびっくりした<ー>これはしないけどわすげえこんなかっこいいと芸人すげえ選ぶんだと思ってびっくりしちゃったのをすごく覚えてる。 私はサンヤはこの人です意外と思うかもかちゃんはアインシュタインのかわいいゆずるさん私も芸人意外でしょ私が芸人選ぶのいやあとしかも割と近めの近めのっていうかすごい上の先輩でもないかっこいい人だっていうのはさもう分かってたのよ外見とかにもさファンの方とかもすごいたくさんいらっしゃる人だしでも実際に「あのラビット!」のロケでメイクロケ をアインシュタインさんがやられててで変身させてくれるみたいなので私がピンで出た時なんですけどもう何て言うんだろう終始ロケ中も優しいのよ、うん、中身もイケメンっていうか、うん、ロケバスって大抵みんな乗り込んだ後なんかもう次の現場までさ黙ってるとか、うん、携帯触ってるとかまあ自分の一緒のマネージャーさんと喋るとかいう人が多いんだけど、うん、もう河合さんはなんかもうバスの中でもなんか。 話を振ってくれたりなんかこう、ね、もう他のゲストの人たちとも一緒に喋ってくれるっていうか、うん、聞くくととちゃんと優しく目を見てて答えんかもうロケバスでさ同じ列じゃなくて1個前に座ってたの、うん、こうやって振り返るのめんどくさいじゃん、うん、私に対して。なのにもうちゃんとなんかこう目を見て喋ってくれるっていうかうん,なんか本当にちょっと一瞬自分のこと好きなんじゃないかなって多分みんな一回は彼と共演したら感じるんじゃないかなっていう優しさ。 でもダメダメ傷ついちゃう <laughs> みんなに優しいんだからって、うん、自分でセーブを聞かせる感じっていうか、はい、いやもう本当に中身もイケメンだなって思って稲田さんとめっちゃ仲いいかる。いいよねよめっちゃ仲いいよね仲いい稲田さんのボケに全部そうのね本当に普通はなんか相方のねなんか撮影なんか「ラビット!」のメイクロケって必ずその稲田さんのドラマシーンっていうのがあって。 もう普通のメイク本編よりそっちに力入れてんじゃねえかっていうようなくらい時間を割くのその時間結構みんな待機なんだけどその時もなんかちゃんと見ててでもちゃんと笑ってるし誰よりも笑ってる感じ、うん、で敵で私が太りすぎてることも心配してくれて <laughs> 本当になんか優しい人できてる <laughs> 太りすぎに関してはみんな心配してるよ会う人うるせえ <laughs> 嬉しかったんだよ<う> <laughs> 気をつけてなって言ってくれて覚えてるかな 私はですね、これもわあ見たときに衝撃だったんですけど、これ感じ合ってるかな？えっと<う>あなかったらすいません。吉澤亮さん。これはですね、私たちが以前出させてもらっていたメーテレのデルサタっていう番組があるんです、す東海地方で流れてたさ土曜日にやってるやつで、そこの時にゲストでいらっしゃってびっくりするぐらい綺麗な顔してたの。 なんていうの、こ,この近くで私このスタジオで吉田さんまだコロナ前だったから結構近くに座らせてもらって吉田さんがここら辺にいて私斜め後ろぐらいだったんだけどもう綺麗すぎて目が離せなくてで濱口さんが MC だったんだけど「オカリナ集中しろ」って叱られてた <laughs> <や>番組中に「オカリナ集中してや」って <laughs> なんか, <laughs> かっこよくて見とれすぎちゃっていやもうすごかったのなんかもう。 なんていう,んだろう本当に同じ次元の人じゃないんじゃないかっていうぐらいの美しさ美しさっていうかなんかすごいなんかその毎日自分の顔見て見とれたりしないのかなって何か同じこと言ってた余計な心配しちゃうぐらいの綺麗さもうびっくりしちゃた彫刻って言われてるだけあるよねあるあれはちょっともうほんとに神様がほ本当に丁寧に作った顔を。 本当に宝みたいな人だなっていうの私たちはね、適当にこねて作られたけど、ねうん、適当にこねて、まあ両親とまあ大体似てるだろうっていう感じで作ってるんだと思うけど <laughs>、ね、多分めっちゃ集中して時間も労力も技術もかけて多分作っただろうっていうぐらいもちろんなんてひとひねぎにユーピが、ね、違うよユーピが割と顔はちゃんとしっかり作ったけど体だけはドンドンって作ったんにしろ <laughs> 誰がなんでディスられなきゃいけないんだここでいや顔はしっかり作ってる なんでびっっくりしたって言うやっぱ吉沢亮さん衝撃いやーかっこいいってねもうみんなもう画面でもかっこいいってなってるけど生で見たらもうえげつなかったってことだよねえげつなかったもうなんか大体さ 4K とかになってさなんかその肌がーとかいう毛穴とかる見えなのよ見えたりとかするけどもう何の心配もいらない本当に。 陶器というか、何にもないのい。素晴らしい。彫刻だね、本当にね、ね陶器って。塗ってたとしても、<ー>そこまで滑らかな肌には多分ならないと思うから。多分、元の地の肌がめっちゃ綺麗なんだと思うんだけど。<ー>本当に素晴らしい。その,のその日のお金はやっぱおかしかったですもん、ずっと。もうスタジオに現れた瞬間から、吉沢さんが、もうなんか。 わで VTR 見ろって VTR 見ろっつってるのに吉田さんをこうシュッて見ちゃったりとかいや吉田さんの目を見れなかったりとか私は大体かっこいい人とかには目が見えないんですけど目が、ね、ないけどすごかったなんかもうやばかったやばかったねもう顔の綺麗さ多分女優さんとか入れても私はダントツで一番綺麗だったと思う<ー>私の記憶違いでなければ。 でも2位なんですね。ま,だま2位 2> そうだね。確かにこんだけ絶賛して2位っていうのがまたね。確かにこれはですね、もう本当にエピソードがゼロです。ただ廊下で見かけただけ。木村拓哉さん。うん、あフジテレビ忘れもしれないフジテレビの廊下。そこの場所だけ。リ って音がするというか<笑><笑>ここは,ここはなんか言ってみたら「足しかが森に行ってあの神様いるじゃん獅子神様、うん、がこっちを見てたみたいな <laughs> あの感じもうそこだけなんて言うんだろうオーラというか、うん、おかしかったの周りの人たちの異次元だったのそこの部分その,その木村さんのところだけ <laughs> ビーンと音 本当にリーンって音がしてたのガヤガヤしてたんだよだって周りは収録終わりでね別のスタジオから出てきた廊下でそうんだあの人だと思って木村拓哉さんだと思ってすごかったあととにかくスマート体型がいやこれは本当にこんなにエピソードがないのにあげるのはって思ったけど見ただけで衝撃を受けるってよっぽどじゃないエピソードとかがなくても もし木村拓哉さんと何かしらエピソードがあったら1位に踊り出てたかもしれないただ私は見かけただけだから勝手に一方的にでもこれ私<う>同じ現場にいてだけ見れたのだからえ嘘どこにいたのって見れない音がしたでしょょ <laughs> いやちっンだからそれはも本当にうらやましかった,かったでも「え u ゆ p ーだけ見たの?」っていう。 もうピシャンじゃわーっと、<laughs> 衝撃で <laughs> <laughs> 絨毯でよかったよ <laughs> ダメだろジテレビの廊下が絨毯でよかった <laughs> っていうくらい本当に一目おおお目見何で一目一目お目にかかりお目にかかりただけでも光栄だったっていう私お目にかかりなかったっというようなね感じですはいなるほどね。 これですね、実は多分ね一緒なんじゃなかろうかっていうねう出てきてないからねでもすごくない2人いてさ一緒って字きたねうち私漢字分かんないから全部ひらがなだ私も下ひらがなだわ行こっかちょっと待ってね全部ひらがなはやばいよお方今見たけどせーの第1第一位はじゃんせーのドゥン もうこれはずっと前から私たち一緒だよねがもともとファンだったとかいうわけではなくてこれはお会いしてからの、うん、これを二人でお仕事で一緒に初めてお会いした時にまあ背高い顔かっこいいスマート、うん、すごく近くに寄ったらいい匂いがするっていう,そう近くにいたらすげえいい匂いしたの。でちゃんとなんかお忙しいでしょうからお体ご自愛くださいって。 優しい声で言ってくれたしもうねこれは言葉にはできない今言ったことってさまあまあいそうじゃんそういうなんかそうじゃない、うん、それをも凌駕するようなオーラがあったのすごかったオーラよオーラに包まれたの私たちはしかも約束でかなんか抱きつくみたいなおかちゃんあったよねあってそれでその匂いって香りってさやっぱりそのいい香りだとしてもさ 遠くから通ってくる分にけど近くに行き過ぎるとちょっとっていう人とかちょっと香り強すぎる人とかいるじゃん近くに行かないと分からないいい香りっていうのがなんかもうかるセクシーな男の人っていうか,か大人のあこの人はずっとモテてきた人なんだろうなっていうなんかそのモテてきたっていうよりは<ー>なんかこんなに、まあ、モテてらっしゃるんでしょうけど<ー>そこに下品さが出ないというか下品がある。 僕は、なんていうんだろう。今でも、女の人知りませんって言っても。うん、私は、それを受け入れるくらい。そのなんていうのか、なんていうんだろう、純真というか。うん、本当に、汚れを知らない。感じ。高貴な感じ透明感。わ<う>か,かるよ。上品も。絵に描いてるような人だったの、ね。確かに。なんか、ちょっと柑橘っぽい、いい香りがしたのよね。その時のイベントが、柑橘系だったからね。うん、<laughs> まあ、そうだね。ということで。 え私たちの第一はね、はい、大沢隆司さんでした、はい。でもやっぱなんかさ、初めての衝撃が強い人がやっぱり結構順位上位に来て、なんかいろんな人に会っても変わらないなっていうのはあるよね。私たちがテレビで始めたのが2015年とか16年くらいなんで、いでだいたい六年、どれくらいで仕事したっけ？ 年年目かテレビ出だしてたのに12年目だと思うだったらもう本当にずーっとだよね、うん、45年はずーっともう大沢たかおさん、うん、今もずーっと変わらずって感じです、ね、あるイベントでご一緒させていただいて本当に素敵だったよねかっこよかった本当にかっこよかったとろんって感じです <laughs> なんか私は背が高くてかっこいいっていうのもあるけど香りがいいっていうのがよりなんか,かなんか私の中でその 上位が変わらないい感じのするとところというか,なんかよく言うじゃんその漫画とかさテレビとかさアニメとかでさいい男がいい匂いするってそんなことあんのかって思ってたんだけどあかっこいいっ、ね、て本当にあるんだなっていうなんかそのそ感じさせてくれた悲しそう物悲しそうになんかこう笑う感じとかなんかそう<色>慌てる慌てないと思う多分多分本当に走っていやろって時も。 歩い,てると思う <laughs> いやでもその人を多分優先して多分自分が悪い先にっていう感じではないん <laughs> ではないかなっていう感じでスマートだと思うあと多分すっごい人混みのスクランブル交差点でも、うん、誰一人肩も触れずにスーッて彼の道だけ誰もわかる通らずになんかスーッて通り抜けそうなんかそんな人 <laughs> イメージね <laughs> そんなこと一回もなかったな <laughs> もうそうか <laughs> もうそうそだよね。そうよということでしたね。はい、ということで私たちのかっこよかった芸能人ベスト3でしたバ、うん、バイバイ,バイバ